地域とか伝統とか文化とかかなり誇れるものだったりすると思うので、山をまた戻していくっていうことも日本の中では大事なことなのかな。環境を配慮してっていう風になってくると、日本のやってた産業ってそもそも SDGs だよねっていう、持続可能でやっていけるような仕組みが作れるとかなり地域貢献的にはなるのかなとは思っていくので、フィアット時代的にもこだわりを持って乗られてるかな、そういうような感覚で選ばれる方とか増えるんじゃないかなって思いますね。